自民党は二階幹事長が検査入院したと明らかにしました。高血圧の症状が出ているということです。二階幹事長は79歳で、先週インフルエンザに感染し議員宿舎で療養していましたが、すでに熱は下がっていて今日から公務に復帰する予定でした。しかし病院で診察を受けたところ、高血圧の症状が見られたことから1週間程度検査入院をすることになりました。人間ドックも受ける予定です。自民党幹部は、体調に万全を期してもらって新しい年を迎えてもらいたいとしています。